宮中礼服を着用した、アルフレート・フォン・モンテヌーボ公爵、モンテヌーボ家は、オーストリアの貴族の家系。パルマ女皇、マリアル・イーザと、二度目の夫アダム・フォン・ナイペルク伯爵の、息子であったビルヘルム・アルブレヒト・フォン・モンテヌーボを子と、するオーストリアの貴族、モンテヌーボ家は1819年、彼の誕生と共に始まり、1918年に第一次。 世界大戦の終結によるハプスブルク・オーストリア帝国の崩壊と共に2代で消滅した。マリア・ルイーザとナイペルクには4人の子供がいて、彼らは両親が正式に結婚した1821年以降、モンテヌーゴ伯爵と呼ばれた。その中で成人になった息子ビルヘルムは1864年7月20日、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世によって公爵に昇爵された。 フランツ・ヨーゼフ皇帝の父、フランツ・カール・大公がマリアル・ルイーザの弟だったので、ビル・ヘルムはフランツ・ヨーゼフのいとこでもあった。モンテヌイ・ボケがオーストリア貴族として存在した一世紀間は、ハプスブルク家の長落の歴史と重なり合っていた。モンテヌイ・ボケは、その誕生の時から消滅に至るまで、ハプスブルク家と常に密接な関係を保ち、最後まで運命を共にした。 ハプスブルク帝国を支えたのは貴族と軍隊であった。それは宮帝への三大が上級貴族と将校に対しての身無条件で許されたことからもわかる。モンテヌーボケ二代の当主、ビルヘルムとアルフレートは、それぞれが貴族社会と軍隊の双方における最高の地位についた。特に自重長を務めたアルフレートは、フランツヨーゼフ皇帝に、 大きな影響を及ぼした側近としても知られている。モンテヌーボケにとってハプスブルク家はその権威と存続を保障する唯一絶対の存在であった。ビルヘルムの生涯をたどることにより19世紀におけるハプスブルク帝国とその軍隊の歴史を外観することができる。W.M. ジョンストン、ウィーン精神、井上周一他約75ページ。ありがとうございます。